九州市役所では今日シャボン玉石鹸からの支援物資の贈呈式が行われました。シャボン玉石鹸から北九州市に寄贈されたのはハンドソープとマルチクリーナーそれぞれ200本です。市はこれらを新型コロナワクチンの集団接種会場でトイレに置いたり机や椅子を拭いたりするために使用する予定です。何かお力になれないかということで、ちょうどまだ追加接種がありましたのでそれに向けて、衛生パートナーとしてですね、当社が貢献できることということで、物資の提供をさせていただくことになりました。北九州市では今月5日から集団接種会場を現在の2カ所から13に拡大し本格的に3回目のワクチン接種を進めます。